はい、じゃあ今日ね、初来店のお客様来たんでね、対戦したいと思います。よっしゃ、お名前教えてください。 YST です。 YST くん、よし。あのよくあのコメント欄とかでね、はい、名前はそうです。じゃあ YST くんが初めて来てくれたんで対戦したいと思います。 YST さんはどっから来たんですか？浦和から来ました。浦和から、はい、浦和そんな遠くないじゃん。はい、でも、あ、東京出てくると遠い、そうか、ちょっと遠いな、そうするかな。埼玉県はね、あの近いようで、交通がほら、横がね、厄介なんで。そうなんだよ、めんどくさいです。はい、店内が春休みのため大変騒がしいですが、気にしないでください。小学生がね、最近結構ね、ちっちゃいのが、新しくゲーム始めるみたいで、いいことなんです。はい、新しい子たちを応援しましょう。はい、じゃあお願いします。最初はグッ、じゃんけんほい、はい、これでしょ、負けた、お願いします。じゃあ、手こもれます。はい、じゃあ、まずチャージしてくれる。お、コンコンゴー、久しぶり、ドロー、なんか知ってるぞ。じゃあ、ブラック V を置いてターンエンド。じゃあ、ターンもらいます。はい、ドロチャージして終了。お、何もしない、じゃあ置きます。ドロー。では、スパイナーを置いて赤と黒の2マナ、バクマルくん出します。はい、ターンエンド。じゃあターンもらいます。はい、ドロ。あ、こうチャージして、はい、自然と水、はい、2マナで、アナリス、アナリス、アナリス破壊して、はい、ワンブーストを選択です。はい、よし、終了。はい、やばい、サブアークだ、サブアーク危険だ、貼り付けられるやつだな。ドロー、よくないよくない。いいや、骨エンビーを置いて、はい、先貼っとこう。3マナオーバーキルグレイビアードを貼ります。はい、これで、相打ちができますよ、みんな。じゃあ、バクマルくんで1枚ブレイク。じゃあ、ここで、はい、はい、はい、じゃあ、ターンエンドです。はい、じゃあ、ターンもらいます。はい、サッパー君が出てくる前に何とかしないと。ダメなんだよ、貼り付け出されるともうどうしようもないんだよね。チャージして心をかけろだ。グレートメカをタップした4マラで、うん、ドローンが。ほう、それ何ですか？フォート E で、うん、グレートメカを、これこいつグレートメカオンなんで、うんうん、こいつをタップした4マラで出したことによって発動で、うん、はい、相手のシールドを2枚表向きにします。え、見せるだけ？いや、そのままで。ブレイクじゃなくて、はい、あ、はい、見せるのね、はい、じゃあ、はい、どれ選んで、じゃあそっちの端、この端を、あ、見られちゃうわ、恥ずかしいわっていう感じでこういう、はい、おー、はいはいはい、へえ、終了で。面白い。はい、じゃあ置きます。知らないね、そんな人、知らなかった。置きます。じゃあドロー。これ使うかな、置きます。あのグレートなんとか持ってる、そうかな。じゃあまあいいや、どんどん行こう。3マナ、はい、ヘルミッションを置きます。はい、はい、まあ出ただけです。じゃあこれはでも意外と大きいんだな。意外と大きい。まあいいよ、ブロックしてしたいならしてみろ。バクマルくんで1枚ブレイク。どうする？ここは流します。流します。ここでいい、はい、いやいや、そこでいいよ。はい、ターンエンド。じゃあターンもやます。はい、チャージ。うん、この2マナで、はい、タップして、うん、お風呂かけろ。あ、出た、はい、3色色の数だけ変えられるんだよね。はい、3枚ドローさせてもらいます。はい、手札チェンジ、うん、3。はい、そしてこれ手札チェンジいいよね、はい、3枚する煮物で、うん、迷いどころだ、いいよね、得だよね。じゃあ この3枚を、はい、うん、下にして、はい、4マナ、はい、またグレートメカをまたか、またか、ちょっとゴロン、はい、じゃあ今度は何を、こいつもデバウラーも、あー、それもそうだね、はい、じゃあその隣の2枚をめくります。なんか、おお、あ、これはトリガーでしたよ、トリガー、はい、まあまあ、で、うん、で終了で。マジか、もう間違えてこれが攻撃しそうな感じなんだけど。じゃあ置きます。そんなトリガーを全部見られるって面白いね。ドロー。
じゃあ全部取り替えだったら相手どんびき。そうだね、どっからっていいか分かんないもんね。じゃあマナ置かないですよ、はい、4マナ、骨んび、骨んび、はい、じゃあ3枚落とすよ、はい、墓地を3枚、1、2、お、いいじゃん、3枚落として1個もらう、はい、じゃあやっぱりブラ…いや、爆丸くんをもらおう、あえて爆丸くん、はい、もらいました。そして打てる人はこの2人ですね、はい、じゃあみんなスレイヤーがついてるからね、強気になってるよ。アタック、どうする？これは通します。通します、通りか、はい、それで、はい、いい。じゃあヘルミッションでもいきますよ。アタック、どうする？は、ブロックでスレイヤーだよ、大丈夫、はい、大丈夫です。相打ち、しかもあれで、道連れ効果もあるぞ、ほら、あの場を離れるときに、はい、アンタップしてる人を一人、あ、大丈夫です、大丈夫、はい、じゃあ僕はもう道連れだ、お前道連れだ、はい、はい、よし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 、質問、はい、彼いなくなったけどこれは見せたままなので、見たままです。これは出た時効果で、そうなんだ、持ってきちゃうんで、わかりました。じゃあこれでターンエンドです。はい、じゃあターンもらいます。はい、じゃあここで、はい、あー、なるほど、初心だ、どんどん押していくしかない。じゃあチャージ、はい、1、2、3、4、5、5マナ、はい、でドラゴンスタイル効果でキラゼを、いや来ちゃったじゃん、はい、出します、はい、で選択は、どっちここは爆丸くんを、じゃあそのシールドトリガーの上に、これの上に、はいはいはい、トリガーの上に貼った、はい、で、はい、終了で、終了、はい、なんか数が分からなくなりそうだね、これ5枚のちゃんと話そうかな、あ、ありがとうございます、はい、分かりました。で、終わりですか、はい、終わりで、はい、じゃあ置きます。じゃあドロー、くっ、お、いいじゃん、行くぞ、はい、あー、でもそっか、ちょっと待って、これで、まあ、いいや、これが11000なの、はい、11000です。ちょっと待てよ、どうしようかな、でも怖い、いきます、4マナ、はい、ブラック V、 ブラック V、はい、出た、あ、貼られちゃうのか、いいや、じゃあアタック するときに、はい、その大事損に残ってる手札を1枚捨てさせて、はい、墓場からデッドゾーンが来ると、はい、で選択は、選択はこれを選択しても届かないからこっちだな、はい、マイナス9000、これずっとですか、ずっとってこのターン、マイナス9000その瞬間だけじゃなくて、どういう意味、これ今選ぶじゃないですか、9000、そしたら破壊されます、うん、で今効果でキラゼオスの効果で相手の表向きのシールドを、うん、ああ、そういうことか、はい、それは確かね、変えられないんだと思う、はい、畑さん、ジャッジ、あの、すいません、確かあのさ、マイナス9000の効果ってのはさ、はい、ほら、このキラゼオスのこれで代わりにってのはできないんだっけ、あー、できるんですけど、うん、まあそれ9000一回して破壊されるじゃないですか、うん、まあゼロになってるんで、もう一回繰り返します、あー、なるほど、だから、変えても仕方がない、そう、変えても意味はないですね、なるほど、じゃあ、まず効果使います、はい、で、じゃあブラッドギアを、うん、墓地へ、え、これを墓地、うん、はいはい、うん、で、うん、はい、まあ死にますけど、うんうん、こいつの効果はまだできるってことですか、できるですね、できます、じゃあブラック V を焼却です、え、ちょっと待って、そういうこと、そういうこと、え、うん、そんで、バックバル君、うん、焼却、はい、これもまだこれだけ、はい、で、また破壊されます、うんうんうん、え、俺のシールドがなくなるんだけど、え、ちょっと待って、何これ、そんで、で、デッドゾーン、うんうんうん、もういないんで、うん、破壊で、え、怖っダブルブレイクはいいのね、あ、ブロックさせ、あ、ブロックか、ブロックか、ドラゴンサインで、わかったわかった、じゃあ相打ちね、これで、はい、いや、1万1000なんですよね、そしてパー、あ、1万1000か、じゃあ、はい、勝つんだ、そうですね、1万2000なんで、よかったよかったよかった、ちょっとターンエンド、はい、すげえびっくりして今、え、そうか、あ、ドロー、面白かった今、うん、ここはやばいよ、すごいんだ、俺カードね、シールド表向きにしてくれっていうのね、びっくりしてた、そっか、いますね、そういうの、昔のカード、うん、ここは何にもなしで終了で、よし、手札1枚しかない、じゃこれで俺が何か決めればいいのだ、ドロー、クスピードアタッカーないよ、
じゃあ、にまな、にまな、バクマルくん出すだけ。はい。で、デッドゾーンでダブルブレイク。ダブルブレイク。はい。お、黄金号もらえる。はい、黄金号。ドレミダンの黄金号。ドレミダンって言った。これ1回分か。ワンドローはい、はい、で、ポスト5以下の水なんで、うん、クリスタルメモリー、あ、はい、やべえ、やべえ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 、じゃあキラゼオス、はあ、はあ、はい、はいよ、でで、僕、終わり？そっち。あ、じゃあ、僕のターン。僕は、僕終わり。はい、じゃあ僕のターンはこれ、ターンエンドです。ターンもらいます。はい。ドロ。はい、喧嘩しないで。おい、ガキども喧嘩しないで。チャージ。1、2、3、4、5、6、7。はい。7、7。で、さっき拾ってきた。キラゼオス。はい、出た。効果で、貼るのは。じゃあデッドゾーンをこれをってことはこの2枚とも、ってはい、2枚とも2枚ともここに貼る、貼ります、貼られました。でここは何、終了で終了、置きます。でブロッカーにはなってない、なってないよ、ドラゴンサインでは出てないんで。よし、じゃあドロー、くっ、あ、ちょっと待ってよ、今まず落ち着け落ち着け落ち着け、これで3、3、2、3、じゃあいいや、これ置きます、はい、3マナかませばん、かませばん、はい、かませばん、ガチャエンジンを1回できます、はい、そして出てきたやつと相手に戦わせることができます、はい、せーの、ガチャエンジン、じゃん、お、ジョラゴン、まあでも1匹だと大したことないんだよね、はい、でも出てきた人とサッバークを戦わせることができます、はい、はい、で、オーバーキルで相打ちなんですけど、どうしますか。デッドゾーンの焼却で、あー、これはやられた、焼却で、これは相打ちされたんで、ガチャレンジの元の方に戻ります、はい、そんだけ。そして僕はバクマルくんで、ダイレクトアタックです、ここで7番あるんで、忍者ストライク7、はい、来た、オロチ、オロチ、はい、はい、7なんで、おお、バトルゾーンに出た時、自分のまあ、クリーチャーを1体選びます、はい、で、そしたら、うん、その持ち主の自身のプレイヤーはそのクリーチャーを山の下に置いて、うん、山の上からクリーチャーが出るまでに振ります、はいはいはい、はい、自分キラゼオスを選択します、うん、で、ここの時にキラゼオスの効果でブラック V を あれ身代わりにします、はい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 、あ、やられたね、それ分かった、分かった、はい、で、オロチの効果、うん、そうしたらやります、うんうんうん、ゴロンガ出たね、ゴロンガを出す、あ、これはまだいい、ね、これ召喚時にマナーをタップした時にクレカオがいないから大丈夫か、はい、うん、オッケーオッケー、なんで表に行くには出ます、出ただけね、はい、はい、で、そのゴロンガーで、うん、じゃあバクマル君をブロックです、これをアタック、アタック、あ、いや、ブロックか、ブロックしたのか、ね、まあ、はい、オッケーオッケーオッケー、分かった分かった、はい、で、相打ち、相打ち、オッケー、で、じゃあやられたんで僕バクマル君効果でワンドローだけもらうね、はい、じゃあ僕これでターンエンドです、はい、じゃあオロチは忍者なんで戻る、はい、はい、本来は、うん、お、忍者ストライクも、うん、あのキラゼオスの効果でバトルゾーンに入れることができるんですよ。え、どういうこと入れるの？あの忍者ストライクは山札の下に置くんで、うん、置くね、一応バトルゾーンを離れるっていうことになるんで、じゃあ代わりにこれがいたら何、はい、残ることもできるの、はい、すげえ、あ、そうなんだ、はい、じゃあ、3もあります、はい、うん、ドロー、ここが3マナで、はい、イルカイル、イルカイル、はい、で、じゃあキラゼオスで、じゃあシールド1枚ブレイク、はい、で、じゃあ、うん、あ、ブロックします、ブロックする、はい、で、相打ち、相打ち、相打ちした、はい、うん、で、終了で、終了ね、よし、置きます、はい、よし、今度こそスピードアタックがひどい、ドロー、くっ、来た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 、行くぞ、はい、行くぞ、さ、これ、あ、これをチャージ、3マナディーストライク、あ、ブロッカーか、ブロッカーいます、一応こいつ2マナ、あ、なんかバクマルくん、あー、なるほど、そしてこれで相打ちをする、はい、そしてワンドローをもらう、あー、やばい、そしてさらに聞いて驚け、今引いたカードがデスマッチ、はい、1マナを使ってバクマルくんに乗ってデスマッチが来た、そしてディスドライブでダイレクトアタックです、何もないよ、よっしゃ、ありがとうございます、いやー面白かった、面白かった、よし、はい、やばいと思ったけど引きが良かったです、はい、最後、はい、
じゃあ、YST さんの名前は、犠牲者リストに名前を書かせていただきます。はい、じゃあ今日初めて来たんでゆっくり遊んでってください。ありがとうございます。よっしゃ。